はい、この動画はですね、これまで全くギターを弾いたことがない、触ったことがないとおっしゃる方に向けて、左手、なんとですね、1種類の押さえ方のみを使って、それを移動させるだけで簡単に様々な曲の伴奏を弾く方法を解説しております。今回、1種類の押さえ方のみを使って弾く奏法ということで、ワンフォーム奏法というふうに名付けました。このワンフォーム奏法ですけれども、気軽にギター演奏を習得してみたい方、ギターを弾いてみたいけれど難しいことは覚えたくないとおっしゃる方には最適な入門方法だと思います。で、このワンフォーム奏法を解説しました教則 DVD を現在販売しております。こちら1000名様限定でですね、DVD5 枚セットをなんと1980円というとんでもない低価格で販売中です。ご興味がおありの方は、今画面に出ておりますバナーの方をクリックしてみてください。で、バナーの方が表示されていないとおっしゃる方はですね、動画の下に動画説明欄がありますけれども、そちらの方に URL を貼り付けておりますので、そちらをクリックしてみてください。また、今回解説しております曲のですね、ワンフォーム奏法専用の譜面というのを1曲150円で販売しております。こちら音符を使っていないため、普通の譜面が読めない方でも大丈夫な書き方となっております。そちらの方も動画説明欄の方に URL を貼り付けておりますので、そちらをぜひご覧ください。この解説動画はですね、左手1種類の押さえ方だけを使って様々な曲の伴奏を簡単に弾く方法、ワンフォーム奏法専用の楽譜を使って解説しております。まだこの楽譜をお持ちでない方は、楽譜販売ページの方を一度チェックしてみてください。これまでギターは全く触ったことがないけれども、簡単な方法でギター演奏を始めてみたい。とおっしゃる方はですね、このワンフォーム奏法を解説しました教則 DVD も販売しております。この教則 DVD とワンフォーム奏法専用の楽譜ですね、販売ページの URL はこの動画の下にあります。動画説明欄の方に URL 貼り付けております。ぜひ一度そちらの方をチェックしてみてください。では解説に入ります。このひまわりの約束ですけれども、正直かなりですね、難易度は高いです。で、イントロと A パートのところが特にちょっとリズム的にですね、難しいんですね。ですからちょっと見ていただいて、イントロ A パートのリズムの刻み方は難しいと感じられた方は、サビの部分ですね、C パートの方から始めていただけるとやりやすいと思います。で、C パートのところは2、2の長さでずっとコードが変わっていきますので、1、2、で次のコードまた1、2という形で割とリズムはシンプルに進んでいきます。ではイントロから解説していきます。まずはですね、左手人差し指1本で押さえる場所を確認していきましょう。まず A シャープですね。A シャープ。6弦の6フレットですね。で次 F。F は6弦を使わずに5弦を使います。5弦の8フレット。で D のシャープ。D シャープは5弦の6フレット。で次また A シャープですね。で次 A。普通のただの A ですので6弦の5フレット。で次が G ですので6弦の3フレット。で次は D。普通の D ですので5弦の5フレット。最後 D シャープですね。で、ここのリズムなんですけれども、長さを見てもらうとですね、1、プラスが横についてますね。で、プラスがついていると、プラス 0.5。1にプラスがついていると 1.5。2にプラスがついていると 2.5 っていう風になるんですけれども、ちょっとですね、0.5 っていう長さ、刻むのが難しいですので、とにかくまずはですね、私が弾いているリズムを真似していただいて、できるかどうかですね、ちょっと挑戦してみてください。まずは人差し指1本でですね、
イントロ部分のリズムを刻んでみます。で、リズムの取り方としては、最初の A シャープのところの1プラスなんかはですね、1数え終わった後に 0.5 分っていう感じで、ちょっと我慢してから次のコードに行くっていうイメージですね。から A シャープから F に行くときはこんな感じです。1、2、3、4、1、うん、ちゃん、もう一回いきます。1、うん、ちゃん。で、次の F から D シャープに行くときも、次は2プラスですので、 A シャープ F D シャープっていきますね。1、2、3、4、1、うん、ちゃん、1、2、ちゃん、うん、ちゃん、1っていう感じですね。今 A シャープまで行きましたが、そういう感じでちょっとリズムをとっているんだっていうふうに覚えてください。でも難しい方は単純にマネを、私の弾いてるのマネをしていってください。ではイントロ部分続けて弾いてみます。1、2、3、4、もう一度いきます。1、2、3、4、1、2、3、4。ですから次の A パートのところもリズム、今のリズムの感じでいくんですね。で、パート A になりますけれども、ここですね、イントロと使っているコード、リズムも同じような感じになりますので、ちょっと難しいんですね。ですからちょっとできないとおっしゃる方が多いと思いますけれども、実際にどんな感じになるのかっていうのを、実演しておきたいと思います。で、先ほどのイントロのところも、押さえる場所が分かったら、ワンホームのこの3つ音を出すホームですね。これを押さえていただいて、これでもどんどん弾いていってください。で、ここは A パート入っても同じリズムの刻み方です。では実際歌を歌いながら弾いてみますね。では上の段だけ2回やってみます。1、2、3、4。どうして君が泣くの？まだ僕も泣いて。もう一度いきます。1、2、3、4。どうして君が泣くの？まだ僕も泣いていないのに。では下の段も同じように続けて弾いておきます。1、2、3、4。自分よ悲しむから辛いのがどっちかわからなくなるよ。2、3、4。下の段はですね、後半は、プラスがつきませんので、ちょっとリズム的には分かりやすいんですけれども、やはり A パート、イントロもそうでしたが、かなり難しいですね。ですから、まあ、矢印を目安としていただいて、まあ、ゆっくりですね、ちょっとリズムが狂ってもいいので、矢印のところでコードを変えていく。まあ、その練習だけでも十分だと思います。次は B パートですけれども、B パートからですね、急に右手のリズムが優しくなります。ですから、ここからはですね、右手、数字分ですね、弦を弾くという感じで十分、伴奏ができます。では実演してみます。1、2。ガラクタだあったはずの今日が二人ならだから、もの
ような感じですね。で、まあ注意するのは、最後の宝物になるのところ F、F3 っていう感じで、まあ3が2回続くというふうに捉えてください。からまあ合計6、6回弾くだけでいいんですけれども、まあ頭の中では3、3で区切ると、ちょうど原曲に近い感じになります。では次 C パート、サビの部分ですね。でここもリズム的には B パートと同じで非常にシンプルなんですけれども、ここに来てですね、ちょっとこの曲特殊なんですけれども、押さえ方ワンホーム以外の押さえ方を使った方がいい、まあ例外なんですけれども、このあたりですね、教材の方でも解説したと思うんですが、ここではですね、まず、1段目の F シャープ丸で囲っていますね。でそこのところ普通に F シャープだと、まあ、F が5弦の8フレットですので F シャープ5弦の9フレットに押さえて普通だとワンホームだとこうですね、こういう押さえ方になるんですが、ここはですねディミニッシュというコード、こちら教材を見ていただいた方は分かると思うんですが、実際の押さえ方ですね、そこの譜面の右横のところにちょっと枠内に変えてますね。E と F シャープ丸で囲っているところはこう弾いてくださいっていうふうに変えてますが、まずは F シャープ普通に押さえていただいて、4弦ですね。4弦。普通でしたら11フレットですけれども、これを10フレットに1つ下げていただいて、こういうコードに変えてください。これは丸がついているところ E と F シャープのところはこの押さえ方にしてください。で E のところは当然人差し指を E のところまでずらしてくださいね。で音の並び方は同じです。でもう一つ一番下の段ですね、最後から二つ目 D シャープ丸で囲ったところありますね。これも横に押さえ方がありますけれども、 D シャープ普通に押さえていただいてワンホームで中指が余っていると思うんですけれども、ここの D シャープ丸で囲ってあるところだけ中指で2弦の7フレットを押さえてやるとですね、一つ音が増えるんですが D シャープマイナーというコードになります。これはですね、D シャープのままでもいいんですが、この部分、この一つ音が入るだけで、非常に雰囲気が良くなります。つながりが良くなりますので、この二つですね。ちょっと例外的ですけれども、このコードの押さえ方を使ってみてください。では一段ずつですね、実演していきます。で、後でですね、F シャープ丸のところだけちょっと、取り出して解説してみますね。まず続けて1段目弾きます。1,2,3,4 そばにいたいよ、君のためにできることが僕にあるかな。ここの F シャープのところですね。まあ聞いていただいたらそこだけちょっと雰囲気が変わったので分かっていただけたと思いますが、そばにいたいよ君のためにでき、ここですね。まあ指使いはですね、人差し指中指薬指でもいいですし、人差し指中指小指でもいいですね。どちらでも構いません。ここはちょっと意識してですね、間違わないようにしてください。で、2段目はこの例外の押さえ方が2回出てくるんですね。まず D シャープ普通に弾いて、で、次 E で特殊な押さえ方ですね。で、次 F 普通にワンフォームで押さえて、次の F シャープもまた。で、G 普通にワンフォームですね。流れ非常に綺麗ですね。これはもう歌なしでギター弾いてるだけでも非常に雰囲気楽しめます。ではこれ実際にですね、ちょっと歌も入れてやってみます。 1,2,3,4 いつも君に
ずっと君に笑っていて欲しくて。からここも、先ほどの1段目もそうですけれども、数字分ですね、回数引いていってもいいですね。いつも君にずっと君に笑っていて欲しくてという感じですね。3段目も1段目と同じような感じですね。これも数字分ですね、右手引いていきたいと思います。1,2,3,4。ひまわりのようなまっすぐだその優しさを、ぬくもりを全部というような感じですね。では一番下の段も実演しておきます。1,2,3,4。これからは僕も届けてゆきたい、ここにある幸せに気づいたから。でこの後ですね、すぐ、気づいたから、すぐに F2 回、気づいたから F2 回弾いたらすぐに下の間奏に入ります。で感想はもうイントロと同じですので、ちょっとリズム難しいですね。1,2,3,4という感じになります。で次1ページ目の下の A ですね。ここも上の A パートと同じ、まあリズム的には同じです。歌詞は変わりますがリズムは同じですので、ここもできる方は挑戦してください。で一番下、1ページ目の一番下の B、 ここも上の B と同じパターンですね。で次2ページ目いってください。ここもサビになりますが全く同じですね。1ページ目の C のサビと同じになります。ですからきっちり丸で囲っているところですね、ちょっと変則の押さえ方になりますので、そこを注意してください。でこの C パートですけれども、C ですね出てきますが、C は G の後に出てくるパターンが多いですね。ですから C はここの6弦の8フレットではなくて5弦の3フレットの方の C ですね。こちらを使ってやると G その上ですので G、C っていう感じで移りやすいと思います。 C はこちらの5弦の3フレットの C を使いましょう。で2ページ目の C パートのサビが終わって、その下間奏ですけれども、ここはちょっとイントロとも違いますね。だから場所を確認して回数分ずっと弾いていってください。 G4 回、 1,2,3,4 で F が4回、D シャープ4回、その後 A シャープ F が2回ずつ。 F はどちらでもいいですね。1フレット6弦でもいいですし、5弦の、8フレットですね。どちらでも構いません。で下の段も G4 回、 D4 回、 で D シャープ4回、でラストは F が 4×2 で8回ですね。 1,2,3,4 1,2,3,4。でその間奏の後ですね、またサビが来ますけれども、ここの最後のサビのところはですね、ちょっとパッとこう静かなイメージになりますので、前半部分1段目のところはちょっとバラして弾くのがいいかもしれないですね。ですからこんな感じですね。そばにいたいよ、君のためにできることが僕にあるかなっていう感じでやっておいて、2段目でまた
じゃんじゃんとコード弾きに変わる感じですね。いつも君に、ずっと君にという感じでやっていけば雰囲気作り、いい雰囲気作りができると思います。では最後エンディングですね。エンディングもですね、イントロのところと同じようなリズムですね。ですから A シャープから1、2、1、2で一番下ですね。でここはですね D シャープから D シャープ D、C でラスト A シャープで終わりますから、こんな感じなんですが、ちょっと D シャープ D のところですね、1しかないんですが、その間に D シャープと D が入りますので、こんな感じです。まあいかにもエンディングっぽいですね。ですからここを続けてやるとですね、エンディング1、2、3、感じになります。以上でですね、ちょっとざっと解説してみましたけれども、とにかくちょっとこれは、ギターを持って初めて、弾く曲としてはちょっと難しすぎる感じはしますね。ただまあ先にも言いましたけれども、サビのところなんかはですね、こちらのリズム割とシンプルですので、まあテンポを落としてちょっとできるところから挑戦していってみてください。